こんにちは、野菜の日チャンネルです。今回はキャラメル風味にバナナを加えた焼きプリンをご紹介します。ゆっくりと湯煎しながら焼くことで滑らかで美味しく出来上がります。最後までぜひご覧ください。今日は 600ml の容量のパウンド型を使います。型の内側に薄くバターを塗って型を冷やしておきます。まずカラメルを作ります。鍋に砂糖と水を入れ中火にかけます。砂糖の塊があったらほぐして、ここではあまり混ぜないようにしてください。温度の低いうちに混ぜすぎると砂糖が白く固まってしまいます。混ぜたいときは鍋を揺するようにするか、軽く 1、2 回混ぜる程度にしてください。砂糖が溶けて液体になったら強火にしていただいても大丈夫です。少しずつ黄色から茶色に変化します。全体が濃い焦げ茶色になったら火を止めてお湯を加えます。飛び散ることがありますので、すぐに蓋をして落ち着くまで待ちます。熱いうちに型に流して型の底全体に広げます。全体に広がったら、冷蔵庫で冷やしてカラメルを固めておきます。カラメルが残っている鍋にバナナを入れて潰します。熟れているものはスプーンでも簡単に潰れますが、硬いものはマッシャーなどで潰してください。ここではペースト状になるまで潰します。その後中火にかけて混ぜながら少し煮詰めます。砂糖と牛乳を加えます。鍋底についているカラメルを牛乳に溶かすように混ぜながら加熱をしていきます。鍋の側面についているものもきれいに取ってください。沸騰寸前で火を止めて粗熱を取ります。ボウルに卵を割り入れ、卵白がなくなるまでよくほぐします。
鍋の牛乳とバナナが60度くらいまで下がったら、ボウルに少しずつ加えて混ぜます。香り付けにバニラペーストを加えます。バニラエッセンスやラム酒など、お好みで加えてください。カラメルが固まったら容器に流し入れます。耐熱容器にお湯を張って、型を入れ、蒸し焼きにします。160度に予熱したオーブンで30分蒸し焼きにして、時間が来たらそのままオーブンの予熱で10分置きます。じっくり蒸し焼きにすることで、すが立たず、滑らかに焼き上がります。型に隙間があったようで、カラメルが流れてしまいました。ケーキの型を使うときは、このようにアルミホイルで覆って、お湯が入らないようにしてください。天板に直接お湯を張るときには、蒸発しやすいので、途中でお湯を継ぎ足してください。プリンが冷めたら、ラップをして、冷蔵庫で3時間以上冷やします。しっかり冷えたら器に取り出します。縁の周りをナイフや竹串などで一周します。型を傾けて、プリンと型に隙間を開けます。お皿をかぶせて手早くひっくり返します。空気が入ってカラメルが回り、型が簡単に外れます。このプリンはしっかりとした硬さがあるので、一人分ずつ簡単に切り分けることもできます。甘さは控えめになっていますので、砂糖の量はお好みに合わせて調節してください。冷えたバナナプリンにホイップクリームを添えると美味しいですよ。滑らかで時々バナナの果肉が出てきて食べ応えがあります。そしてキャラメル風味とバナナがよく合っていてとっても美味しいです。材料もシンプルなので、ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。